はい、皆さんこんにちは、今日は一秀です。今日はですね、第112回目のライブ配信になりますが、夜はですね、タキシードを楽しむ会というイベントに出ますので、ちょっとメイクを少しパーティーメイクということでね、今まで仕事してましたから、奥さんのメイクをこの初めて初公開するというね、ミストをかけながらいきます。はい、まあ、パーティーの場合は特にですね、やっぱりツヤ感ってすごく大事なのでね、しっとりとするような形でちょっとまず水分補給をしながら、はい、まあ、こんな感じでもう眉もねある程度描いてますけどね、まあ、眉はまあ綺麗に向きが描いてるんで、パーティーメイク大事なのはやっぱツヤ感と、それとやっぱり明るさですね、立体感とか華やかさを出していくっていうのが非常に大事なので、はい、特にこの目の下のあたり、こういうところが結構皆さん暗いので、こういう感じで少しハイライター的に、まあ、これちょっと水分量の多い、クリームコンシーラーを少し上重ねる感じです。これがしていくだけでね、全然違うんですよね。やっぱりイブニングドレスを今日は着る予定なので、もう本当にね、顔が負けてしまいますからね、ちょっと明るめに、やっぱり、普段よりかね 2,3 倍明るめにしてもいいと思いますよ、いう感じで。奥さんは美容師なんで、髪型は後で自分でやってくださいということでね、まずその、まあ、朝から結構もう気合い入れて仕事してたから、ちょっとこれ太めに少し変えて、普段まあ太めに変えてるんだけど、こういうところをちょっと少し立ち上げるような形で、でイブニングドレスなんで、ちょっとやっぱりね、長めに引っ張ってあげるとゴージャスな感じになりますから、今やったらこういうちょっとねカジュアルな感じになる。結構普段よりか少しね、大胆にね持っていったらいいですよ。これだけでもだいぶね、ここを立ち上げていって、これを長めに持っていく。で、下を立体的に持っていく。結構思い切って大胆にするだけですね、雰囲気、骨格が変わってきます。それからノーズシャドウをきちっとつけていく、立体的に持っていく。ノーズシャドウはですね、このね、チャコットのね、これ602っていうね、チャコット602のこの色結構ねいいんですよ。で、これ今でもね、ずっと定番で皆さんね、よくショップでよく出てますんでね、ここにノーズシャドウを大胆に入れていきます。見ていただいてる方、もしお時間あって見ていただいてる方、またコメントで質疑応答などあれば書いておいてくれたら、それに向けてコメントしますんで、何もやりながらなんでね、立体的に持っていきます。まあ、こんな感じの目元に、ね、結構大胆にいってもいいですね。で、こういう時はこの下にも、ね、少し入れていきます。ちょっとボルドー系の色です。ボルドー系の色。これをね、さりげなくさーっと影を入れて、目元の陰影をはっきりさせて上向いてください。アイシャドウ兼ライナーを入れます。これ結構下からがっつり入れて、目元の印象をはっきりさせるのに効果があります。こ
このまつげの際をこう左右にこちょこちょこちょっと動かしながら埋めていく感じでいいです。グラデーションに使うんですね。一石二鳥。はい、まあこんな感じでだいぶちょっとね目元がはっきりしてきました。このボリュームに合わせて少し毛先を立ち上げてよりはっきりさせる、こういうチークをチャレンジしてみましょうか。でこれもですね、いきなしそのまま置くとかなりの色つくんで、こういう場合は必ず手の甲でなじましてから光の加減を見ながら、そしてちょっと見ながらですね入れていきます。左右にさせて、これ結構ねチークってすごく大事なんですよね。で顎先軽く、でこのチークをアイホールにも入れていきます。軽くね。これなかなか優秀なハイライターね。メイクアップフォーエバー T ゾーン、あと上向いてて目の下からハイライター、ここですね、 C ゾーンで T ゾーン、顎先、ほうれい線に軽く。美容液で少しこうぼかしていきます。この後またドレス着替えてから全体的なバランスを取ります。それではありがとうございました。行ってきます。